シネマート六本木は東京都港区六本木でアジア映画を中心に上映していた映画館。四つのスクリーンからなるシネマコンプレックスであった六本木中心部の地図。灰色で囲んだ3の位置にシネマート六本木があった。2006年3月11日に株式会社 SPO の直営映画館第1号として放課及び韓国映画、台湾映画、 香港映画、中国映画等の娯楽作品を上映する映画館として開館。都心近くには珍しいアジア映画専門の映画館として客を集め、SPO は同年3月31日には大阪市の震災橋にシネマート新災橋を、同年12月9日には東京都の新宿にシネマート新宿をオープンしている。 2007年12月5日には、株式会社 SPO の本社事務所が銀座から、シネマート、六本木ビルの2階に移転した。山田玲奈は2008年6月28日に、今日という日が最後ならを鑑賞した際、同作の主題歌を担当したサンプラザ中野くんが出席した、舞台挨拶を観覧したという。シネマート六本木は、東京国際映画祭では、 第21回から第27回まで上映会場の一つとして使われた。文化庁メディア芸術祭の受賞作品展では第16回から第18回まで映像作品の上映会場などに使われた。また2012年9月9日にはサンスポアイドルリポーターによる第2回サーファンミーティングが開催されたほか2015年1月期に BS ジャパンで放送されていたテレビドラマ若子種では同館内部でオープニング映像が撮影された。数々のアジア映画を上映し続けてきた映画館であったが入居していたビルの賃貸借契約が2015年8月8日付で切れることもあり同年6月14日付をもって閉館の運びとなった。この日に合わせシーネムアート 六本木ラストプレゼントと題した特別企画を開催。最終日の最後にかかった映画は、チャン・グン・ソク主演の楽しき人生であった。池田さえびは閉館前日の6月13日に、シークレット・サンシャインを見たことを自身のブログで語っている。当館の閉館により、六本木方面の映画館は、東方シネマズ、六本木ヒルズが残るのみとなった。その後の現況は、 スクリーン4のあった3階に、ジア東京、スクリーン2と3のあった、地下1階には、パーティーオン、スクリーン1のあった、地下2階には、バーレスク東京と、それぞれ映画館ではないクラブが入居している。なお、アジア映画専門の映画館としては、先に、東京と大田区の大森にキネカ大森がある。キネカ大森は、1984年3月30日に3つのスクリーンからなる。 シネマコンプレックスとして開館。スクリーンの一つは、当初は短観系作品を上映するミニシアターだったが、1998年からアジア映画専門のミニシアターとなっていた。各会館全入れ替え制で全席指定席。座席指定券は、上映日当日のみの販売を購入済みの場合は、上映日当日に座席指定券と引き換え、 座席指定券の取り扱いは1階のチケットカウンターのみでインターネットを利用した座席指定予約は行っていない。ありがとうございます。